ダークソウルズ2は2014年3月13日にフロムソフトウェアから発売されたプレイステーション3 Xbox 360 PC 用アクション RPG。日本国外ではバンダイナムコエンターテインメントが販売とサポートを担当する。また追加要素が含まれたダークソウルズ2スカラーオブザファーストシーンが発表され日本では プレイステーション3と XBOX360 向けが2015年2月5日、プレイステーション4と XBOX1 向けが同年4月9日に発売された。ダークソウルズの続編。前作に比べ攻略の自由度を高めるとともに、グラフィックエンジンと剣撃モーションの刷新が行われた。前作のディレクター兼プロデューサー、宮崎英光は、本作では、 スーパーバイザーとなり、ディレクターは新たに渋谷智弘、谷村結衣が務める。谷村はダークソウルズのコアとなるポイントとして、困難を克服した時の達成感とプレイヤー同士の緩いつながりを上げた上で、本作を作るにあたりその二つを絶対外せないものとして残したと語っている。前身であるデーモンズソウルズ及びシリーズ前作のダークソウルズ同様に、 中世ヨーロッパ風ダークファンタジーの世界を舞台にしたいわゆる死に芸である。ディレクターが他の作品と異なるからか本作独自の要素が多い。戦闘はソウルズシリーズの中では随一の鈍重さで敵も味方も動きが遅い。このため指先の器用さや操作の素早さよりも状況ごとの適切な判断を強く求める作りとなっており、 落ち着いた行動と確かな決断が大事である。武器の二刀流が可能となった。二刀流専用の攻撃モーションが用意され、様々な武器の組み合わせで行えるが、有効とは言い難い組み合わせも多かった。自作、ダークソウルズ3では、そう刀武器として二刀流専用の限られた武器でのみ行えるようになっている。レベルデザインは他のソウルズ作品と比べて、 大胆な仕掛けが施されている。例として、松明がないとほとんど見えないほど暗い場所が多い。ファロスの石と呼ばれる入手困難な消耗品がないと、通れない扉が多く用意されている。特定のボスの部屋は、事前のステージである行動を取らないと毒まみれになる。弓やクロス棒を使った遠距離戦を行わないと、攻略困難。狭いステージでありながら自爆する敵が大量に。 配置されているなどがある。本作から、かがり美観の転送が制限なく、行えるようになった。エンディングを見た後、直ちに次の集会を始めなくても良くなった。この場合は、クリアしなかったステージを攻略したり、回収し忘れたアイテムを拾い集めたり、中断していた NPC とのイベントを進めたりできる。次の集会に進めたくなった際は、拠点であるマデューラにある、 果ての飾り火から進められる。この機能は、ブラッドボーンには取り入れられなかったが、ダークソウルズ3や、セキロ、シャドウズ・ダイ・トアイスには採用されている。日本ゲーム大賞2014で優秀賞を受賞。ありがとうございます。